今までだと探って釣ってるじゃないですか。で魚がいると釣れるっていう、それが魚が遠くからでも寄ってくる。ワインド調法でダートさせる釣り方みたいなのがあるって言うから、それを今までの無人のにあったジグヘッドとワームでやってたんですよ。そしたらこれは釣れるなっていう話になって、それに合うようにどん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 改良して、なんかジグヘッドの釣り方ですか。あの連射の量ですね。そうそうそう、ダートするってことですか。ダートさせてる、そこにつけて跳ね上げさせるんですね。ふぐ、ふぐ、ふぐいっぱいしたら。これ行ってられるの。でこうか。でこうだべ、やっぱり。抜ける。はい、でこっす。ベッコウとかはホールしていくときに食うパターンが多くて、ほんのちょっとだけこう糸とか竿に当たりがコンってくるんだけど、その時にはもうがっぷり食ってるかもしれないんですよ。島田君釣れないね。どうしたの？見て、ワーム。フグばっかり抜きってどうやって対策したらいいんだべ。フグは対策しようないじゃないですか。これバンバン突き替えるしかないですよね。フグはですね、結局普通のリフトアンドホールだとゆっくり引いてくるから、フグが当然食べやすいですよね。で、ダートアンドホールだとダートしてる間はかなり速い動きでワームが動くんで、ホールしてくる間、その間だけフグに狙われるパターンがあるだけですから、かなりその確率は減ると思うんですよ。回避率は高いですね。そろそろ来ないよね。食べ際ちょっとしますからね。はい、やってみましょう。ベッコだ。ベッコ？やっとだな、やっと。やっとだな。ちょっと小ぶり。ピース屋ではありません。ピース屋ではありません。リスしましょう。よし。ということで今日の奥松島は濁ってます。今なんかそこでかかってないよね。ベッコだから、ベッコだ。夏になってくると釣れないんですよ、とにかく。それでそのピックしてる時動画当たりあるわけですよ。今見てください、これアイアメが1回釣れるまでにもフグにもうめちゃくちゃされて、これでかいフグなんじゃないの、このうわこのほら、まだ1回もここで
ね、かじられてない、かじられてないね、そっちはワーム落ちますよね。お、来ました来ました。どっち、なんでまだベッコっぽいな。あ、まだベッコだ。ベッコ入れ食い、これでも一発じゃないですもんね。おし、来た。これもベッコだな、違うかよ。あ、チビラメだな、チビラメ。でもフグにかじらった後ねえよな、ほんとな。前の目はちっこいんだよな。めっちゃっぽいね。うん、おなかすれだ、なんだかって言ってんだろう。この時期ね、結構ね、こういう風にすれがかりすることが多いんですよ。普通だとツンツンツンって食べるから、こうすれがかりしてもこの辺、こう口の周りとかにしかかかんないと、こんな風になって多分食ってると思うんですよ。それで合わせられるからお腹とかにかかってくるパターンが。しかしベッコ出ますね、これ。ベッコ出るね、ベッコだけね。ベッコワームなんですか。いや、そういうわけでもないらしい。泳ぎがいいからやっぱりベッコに反応するんですかね。まだ今から当たってもかかる率が少ないですよね。あ、そうだと結構何度も何度もこう当たってきて、はいはい、いいんだけど。じゃあこの日は食いが悪かった方が。食い悪いね。これで食い悪い方が。食い悪いですよ、全然。濁りですかね、これ。濁りですね。いいじゃないの、まだベッコ。あ、早め。このサイズでくれればな。来た。ふぐ？ふぐすか。ふぐ食われるねえよか、あなたは。なんだ。まあまあだね。あ、べっこっぽいんじゃないか。べっこっぽいか。なんだ、べっこか。よし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 。あ、やめやめ。まあまあだな。よし、よ、これワームずれないね。ずれないですね。本当にずれねえんだ、ワーム。ワームずれるね。うん。ああ、なるほどですね。うちのあのジグヘッドの特徴がですね、ワームキーパーが一番特徴的なんですけれども、ストレートのジグヘッドはこの部分がワームキーパーになっています。で、刺し方がヘッドから刺して抜いて、この部分をゆっくり上に押し込みながら入れていくと、この部分に噛んでいきます。そうすると外れません。あ、本当外れるんだね、これね。はあ、なるほどですね。わかりました、ちょっと行きましょう。アイザー君も使ってみるわ、使ってみる。うん、はい、これもやってみる。来ました、来ました。でかいの買いまだ。アイナメだね。いいな、いいサイズだ。あ、いい色してるな、これ。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。サクったら、石橋ってやったらどういう感じなの。キャストしますね。で、糸を張るときに、はい、最初45度ぐらいでこう張るんですよ、はい、でそこから緩めて、緩めてドン、バシバシ。で糸がこう粘らないようにに毎回こう緩めてる感じでこう3回ぐらいダッとさせてホールさせてきて、ホール糸張ったまま、糸がね、あのフリーホールにしたいんだけど、落ちていくときに当たりが来るんですよ、はい、なんでテンションホールでいいわ、テンションホール。そうそう、テンションホール。なるべくこう、まっすぐです。テンションホールね。ちょっと難しいかもしれないけど。難しいかな。うん。もう結果出てるからね、彼は釣ってるから、3連チャンだから。そうなの。結局ね、型に差が出たりするんですね。ああ、釣れる魚の型に。テンションホールだってよ。テンションはない。落ちときにゆっくりこう半分張りながらこう巻いて落ちたら
ったシャッ。おっ、おっ、おっ、一発え、そのような、そのような超過だな。おっ、でかいんだよこれ。おっ、でかい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 。おお、一番でかいじゃない。ね、変えた途端来たよ、ほんとほんとかよ。やっぱり効果あんだね、これ。来た。要するにリフト&ホールでは全くない釣りだよね、これね。うん、うちではあのダート&ホールって言ってるんですけど。あ、ダート&ホール。幅広くできるから結構あの仕込みでできますよね。そうですね。ちょっとまた移動しましょう。さあ、そこでこの型についてなんですけど、これ鉛を溶かして入れるわけですよね、もちろんね。そうです。これは耐熱シリコンになってまして、よほど続けて作らない限りは大丈夫です。まずは乾燥させる。で、次がで、毎回塗る必要はないんですよ。一回こう塗ってしまって下地がこう見えてきたらまた塗るみたいな感じでいいんですよ。次はなるほど、ここから流し込むわけだ。こうですね。おこれでここに流すっていうのので、次に鉛を溶かしたところに、で、じゃあ流してみますね。はい、なるほどね。ほら、こう白っぽくなってくるじゃないですか。が起こるか。おお、なるほど。で、このバリを取ったらもう出来上がり。出来上がり。ホールセット時にポンポンポンっていう当たりがあるんですけど、これがこう重りがそこにトンってつくくらいのポンポンっていう当たりなんですよ。それがこう分かるか分かんないかで聴感がだいぶ変わる。よし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 よ。お、来たか。お、来た。まあまあだ。誰が釣れるな、これ。お、来ただ。あ、いいのかね。はい、来た。来た。いいね、これ。よし。おー、そっちだよ。おー、よし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 。わー、おー、こっちだこっちだ、こっち、まごち結構でかいよ。こっちヒラメ、こっちヒラメ、取るよ、取ってよ、いやあ、こっちもだ。はい、来ました。ヒラメ、いいな。これも、あのシャクテも、シャクテも、シャクテも一緒なんでしょ。同じです。おお、また来た。ヒラメだな、あ、こっちだ。
ポチ寄ってるね、これポチっすね、うん、シャクってポン、これも釣りたいぞ、それほら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 、おお、これだよ、これよし、ポチ入れ食い、よっしゃ、よし、今食ったの、食ったのにね、合わせられなかったの、連れてください、俺にも、今秘めた魚ありですね、リングっすね、はい、よっしゃ、ほらほらほら、はい、あーちっちゃー、すいませんちょっとちせえな、はい、マグロシチュー、おーえー、はい、おおお、なんでいいのか、ヒラメだ、ヒラメ、まあまあ、まあまあだね、まあまあ何した何した何した、おお、でかい、まだでかい、やられた、おお、ヒラメ、ヒラメ、ヒラメ、あ、ヒラメ来た、また来た、あ、ベイゴーだ、はい、一回離しちゃったよね、今ね、離したっすね、よいしょ、でかいか、来たか、よし、でかいじゃないですか、どうだ、まあまあだな、まあまあ、どころか、いいんじゃないですか、おお、釣れます。